IP 遺産は Python を対話的に実行するためのシェルである。クパイさん内蔵の対話的に実行するためのシェルと比べ、型推定を強化し、対話的実行のための文法を追加してあり、コードハイライティング及びタブによる保管が行える。IP 遺産はサイプイパッケージの一部として公開されている。Python 標準のシェルでは、タケンターを使った対話的実行環境が、 利用できるが IP 遺産ではタケンターに加えて GTK、QT、WX が利用できる。また IP 遺産では MPI などを使ったコンピュータクラスター環境における並列コンピューティングが可能である。さらに OS 標準搭載のコマンドラインシェルとしても使うことができ、特に Windows でコマンドラインシェルとして利用できるのは大きな利点である。 IP 遺産のシェルとしての基本的な挙動は、ユニックスの多くのシェルと同様だが、実行中の Python 環境によるカスタマイズや、実行の柔軟性が活用できるという利点がある。米国内で広く読まれている、IT 系報道メディアで紹介されている。また自然科学の学術会議でも議題に上っている。科学技術計算の分野においては、MAT プラトリブと合わせて使う例が多く見られる。 ヒストリー。ザ・エプイサン・デベロップメント・チーム。2014年1月22日。閲覧。アイプイ e a リリースヒストリー。Python ・パッケージ・インデックス。2021年6月27日。閲覧。ABC ・イントロダクション。ザ・エプイ v e デベロップメント・チーム。2014年1月22日。閲覧。ハット型推論のことかコンダント・コジール。 Introducing IP3 NewsForge About Presentations IP3 HAT IP3 A System for Interactive Scientific Computing HAT HTTPS コロンスラッシュスラッシュ GITHUB.com スラッシュ GIBIANSKY スラッシュ IHASKELL ありがとうございます。